どうもシュートです。さあ今回なんですけれども、5月13日木曜日登場の週間 FP、 それから CL ガチャの当たり選手ランキングの動画の方を撮っていきたいと思います。まあ何週間ぶりにですね、週間 FP と CL ガチャが登場するということで、まあ内容も結構いい感じになってますね。まあいつも通り評価はこんな感じとなっておりまして、まああくまで独断と偏見で決めておりますし、ゲーム内での評価ということはお忘れなくご理解ください。それではね、早速ランキングの方を見ていきましょう。はい、まず10位ですね。10位はクリスティアン・プリシッチ選手ということで、スーパーサブの選手ですね。まあ身長172センチのウィングストライカーということで、まあちょっと身長の低さは気になるかなとは思います。ただまあドリブル系の能力非常に高くて、まあ決定力とかちょっと低いですけれども、スピシュン98、99とほぼ完走ですね。で、フィジコン75のボディコン95でスタミナ91。でまあスキルですね、ダブルタッチ持っててスーパーサブということで、まあちょっと軸足当ては邪魔かなっていう感じはするんですけれども、まあライブアップデがいい時とかは全然使っていってもいいスーパーサブの選手なのかなと思いますね。まあただめちゃくちゃ足は速いんですけれども、まあそこまで理不尽さはないと思うので、まあ使い方に関してはちょっと工夫しないといけないかなとは思います。ただやっぱりこれだけドリブル能力あって足速かったらね、まあ抜け出されたらもうドリブルされたら止められないと思うので、まあちょっと僕自身当てておきたい選手かなっていう感じですね。はい、では次9位ですね。9位もチェルシーの選手ということで、エンゴロカンテ選手ですね。身長168センチのボックス2ボックスの選手ということで、まあこの選手もちょっと身長面が気になるんですよね。まあただドリブル系の能力はまあ85以上あって、グラパフラパは90超えてると。でまあスピシュン86、89でフィジコン83のボディコン99、まあボディコンからアグレッシブレスまで完走ということで、まあやっぱカンテはさすがですね。でまあスキルですね、この選手はダブルタッチ、マンマーク、インターセプト、それからまあワンパスルパとかを持ってて、まあ非常に優秀なんですよね。まあ最近はチェルフチェンコとかドミンゲスとか、まあそれからツイドラとかサイド CMF みたいな形を取る人が結構多いので、まあそこでカンテは使っていったらいいんじゃないかなと思います。まあどうしても中央の CMF とか DMF 任せるにはちょっと身長が足りひんかなっていう感じはするんですけれども、まあ身長以外はね、本当に素晴らしい能力値してるので、まあサイドの CMF とかを一番におすすめしたいかなっていう感じはしますね。まあ使用感とかも非常に良さそうなので、まあ僕もまだカンテ今作当ててないので、ぜひ当てておきたいかなと思ってます。はい、では次8位ですね。カリム・ベンゼマ選手ということで、まあこの選手もやっぱ割と有能ですよね。僕も最近は使えてないんですけれども、まあライブアップで B 以上なら全然使っていこうかなと思ってます。まあただこのベンゼマよりも強いベンゼマは結構いるので、まあそこがちょっと順位が上がってこないポイントかなっていう感じですね。オフェンセンス94でボルコン99。ボルコン完走してるのは非常にいいですね。で、まあ、ボールキープとかも高くて、グラパ88で決定力94。で、まあ、スピシュン86、81で、フィジコン88のボディコン77。やっぱフィジコンがこれだけ高いのは、まあ結構ラインブレーカーの中でいいかなと思います。まあやっぱフィジコン88っていうのは比較的ラインブレーカーの中では高い方なのかなと思います。で、まあ、スキルなんですけれども、まあ、ドロップとかワンタッチシュートとかも魅力的なんですが、やっぱスルーパスですね。まあ、これだけフィジコンあって、ドリブル能力もそこそこ高くて、スルーパスも出せるっていう選手はね、非常に重宝されるかなと思ってるので、まあちょっと異質なラインブレーカーみたいな感じですかね。もう本当に使用感はね、非常にいいので、まあぜひ使ってみてほしいですね。もう本当に落ち着いてプレーができるようになるので、まあ2トップの CF とか ST で使ってみてください。はい、では次7位ですね。7位はピケ選手ということで、まあ、久々に FP で登場したかなっていう感じはしますね。身長194センチのオーバーラップということで、まあこの選手はボールキープとか非常に高いですよね。でグランダパス、フライパスもしっかりあって、まあスピシュン83、73ということで、まあ、瞬発力がやっぱ物足りないかなっていう感じはするんですけれども、まあスピード83で瞬発73ということで、まあちょっと瞬発力は物足りないですかね。でフィジコン96のボディコン79ということで、まあフィジコンはしっかりありますね。でディフェンスセンスカンストしてボールダッシュ97、まあここも非常に高いかなと思います。でまあスキル、ヘッダー、マンマーク、インターセプトしっかり持ってるので、まあ守備系のスキルは完備してますね。まあ、ぶっちゃけ足はかなり遅いんですけれども、対人戦すごく強い印象があるので、まあディフェンスセンスとかもかなり高いので、まあ抜け出しされることも少ないのかなと思いますし、まあ非常に相手にいてちょっと嫌なセンターバックだなとは思ってます。なんでまあ今週 A ということで、まあ当たったら全然使っていってもいいのかなと思ってます。はい、じゃあ次6位ですね。6位はブルーのギマランイス選手ということで、プレーメーカーの選手ですね。まあこの選手に関してはもうパッと見能力値のバランスが非常にいいですよね。でまあ上から能力値見ていくと、ボールコン92、ドリブル88、ボールキープ86ということで、まあドリブル系の能力がまあ全て85を超えてますね。でグランドパスも96あって、ちょっと飛んでスピード86、瞬発88と、ここが非常に高いですよね。でフィジコン85のボディコン85ということで、まあこれだけスピードが速くてフィジコンボディコンも高いプレーメーカーなんてなかなかいないと思うので、まあこの選手は非常に使っていってもいいんじゃないかなと僕自身思ってます。
ます。で、まあスキルにスルーパスとかインターセプトとか、まあ、あとは闘争心とかを持ってるので、まあスタミナの低さもちょっとはごまかせるかなと思いますし、まあ守備でも攻撃でも全然貢献してくれそうなプレイメーカーということで、まあ僕自身当ててちょっと DMF とかで使っていきたいかなっていう感じがしますね。まあ今週 A なんで当たったら絶対使うかなっていう感じですね。はい、では次5位ですね。5位はフィカヨ・トモリ選手ということで、センターバックの選手ですね。まあこの選手も非常に魅力的で、まあ前回 AC ミランのクラブセレクションで登場したかな。まあその時は確か当てれなかったんですけれども、まあ今週は A で週刊 FP で登場してきてくれたということで、まあめちゃくちゃ当てたいですね。まあ身長185センチで、まあドリブル系の能力もまあそこそこセンターバックにしてはある方なのかなと思いますし、まあスピード88の瞬発92ということで、やっぱここは非常に高いですよね。で、フィジコン91のボディコン86ということで、まあボディコンもね85以上超えてきてくれてるので、まあ事故りにくさもあるのかなと思いますし、まあディフェンス系の能力も全て90超えてて、まあまあマークインターセプトも持ってるので、守備面のスキルも安心ですね。まあサイドバックで使ってもいいし、センターバックでも使ってもいいし、まあどちらでもかなり高水準のプレーを見せてくれると思いますし、まあ今週 A なんでね、まあ当たったら絶対に、もう当たり前にスカットに入ってくるぐらい、めちゃくちゃ強い選手だと思うので、まあセンターバックに関してはアイコニックの選手も少ないので、まあいくらいてもいいと思うのでね、もうガッツリ狙っていっていいと思います。はい、では次4位ですね。4位はレバンドフスキ選手ということで、まあ、最近の活躍はマジでエグいですね。まあ身長185センチのラインブレーカーで、オフェンスセンスが99、ボールコントロール99、ここカンストエグいね。で、決定力も99で、スピード88の瞬発83、で、フィジコン90のボディコン87ということで、まあ、やっぱ圧倒的な能力値はしてますよね。で、まあ、スキルですね。ワンタッチシュート、ミドルシュート、それからまあ、ライジングシュートとかも持ってるので、まあ、非常にいいシュートは打てるのかなと思います。ただまあ、なんか使用感がそこそこ良くないっていう感じで、ちょっともったいないポイントかなと思ってますが、まあ、使い方によってはね、全然使っていけると思うので、まあ、ちょっと僕も当てて使い方はちょっと研究していきたいかなと思います。やっぱこれだけ能力値がね非常にいいので、まあとにかく当たったらね、もうめちゃくちゃ当たりだと思います。はい、じゃあ次3位ですね。3位はエデル・ミリトン選手ということで、センターバックの選手ですね。まあ身長187センチのビルドアップということで、まあこの選手確か前回の CL ガチャでも来たとは思うんですけれども、めちゃくちゃね愛用してるんですよね。もうずっと使ってるんですよ。まあライブアップデが B だったからっていうのもあるんですけれども、非常に使用感もいいんですよね。まあスピード瞬発が88、87あって、まあそこそこ速いじゃないですか。で、まあフィジコン90のボディコン86ということで、まあ、ボディコンも85を超えてきてるのがかなり魅力的なのかなと思います。まあ、今回はフィジコンも90あるので、まあ、今回の方が多分強いんじゃないかなと思います。ディフェンスセンスも98、ボールダッシュ97、アグレッシブネス97ということで、まあ、守備能力すべて95を超えてるのもいいところだと思いますし、まあとにかく事故らないし、使用感もかなりいいので、ぜひ、まあ、ちょっと皆さんに使っていただきたい選手ですかね。もう使用感はもう僕が本当に保証するので、まあ、当たったらぜひ使ってみましょう。はい、では次2位ですね。マルキーニョス選手ということで、いやこの選手はね僕マジで欲しいですね。まあ、先に話しちゃうと、今回ピックアップで上がってるのがヘディング、ボールダッシュ、それからフィジカルコンタクトということで、フィジコンが4上がりはねやっぱずるいんですよね。まあ、身長は183センチということで、センターバックで使っていくにはちょっとだけ物足りないかなっていう感じもするんですけれども、パスの数値もしっかり高いですし、スピシュン90、86ということで、まあ、かなり足速いですね。で、フィジコン97のボディコン89ということで、いやバグってますね。で、ディフェンスセンス95のボールダッシュ99で、アグレッシブネス94ということで、いや当たったら僕ずっと使っちゃうかもしれんなってぐらい、足速いしフィジコン高いしボディコンが90手前まであるっていうのはちょっとぶっ壊れてるかなって思いますね。ディフェンスセンス95超えてるのも本当に魅力的ですし、マンマークインターセプト持ってるし、まあ、DMF とか右サイドバックで使うのも全然ありだと思うので、いやちょっとこの選手はマジで当てておかないと後々後悔するかなと思いますね。まあ、アンカーで普通に使うのもいいですし、センターバックとして僕は使いたいんですけれども、まあ、なかなかの希少なタイプのセンターバックで使えると思うので、まあ、1位の選手っていうのはぶっちゃけ僕持ってるんで、どっちでもいいかなっていう感じはするんですけど、いや2位のこのマルキーニョス選手をちょっと1番に僕は当てたいかなと思います。はい、では1位ですね。まあ僕欲しくないって言っちゃったんですけれども、ぶっちゃけめちゃくちゃ欲しいです。今回スキル追加がめちゃくちゃ熱い推しメインです。身長185センチのラインブレーカーということで、まあちょっと先にちょろっと言っちゃったんですけれども、まあ、今回ミドルとライジングがついてるということで、ちょっとぶっ壊れすぎてます。まあ今までの推しメインっていうのはぶっちゃけちょっと決定力に難ありかなっていう感じだったんですけれども、まあ、今回の推しメンはオフェンスセンス7上がり、決定力6上がりのピック力6上がりということで、まあ、その他3上がりですね。いやオフェセン決定力、キック力、ピックアップはえぐいでしょ。理想の能力値の上がり方してますよね。オフェンスセンスも95を超えてきてて、まあ、決定力92はねまだちょっと低いんですけれども、スピシュン99、95でキック力90で、フィジコン91のボディコン84ということで、いやちょっとこの人ダブルタッチとかつけたらワンチャンルンメニゲ越すかもしれないですね。足速すぎるし、フィジコン高すぎるし、ミドルライジングついたのはちょっと
っとぶっ壊れてんすよマジで。まあダブルタッチかスーパーサブつけてあげたいかなっていう感じがしますね。まあ元々の CS の推しメンとかだとミドルとかライジングとかだとね、まあスキル追加できたらもう多分スキル追加妥協すると思うんですけど、それが元々ついてきてくれてるので、まあさすがに当てておきたい選手かなって思いますね。はい、それでは今回ここですね、5月13日木曜日登場の CL ガチャ、それから週間 FP の当たり選手ランキングの動画の方終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ優秀な選手本当に多いですね。めちゃくちゃ熱いガチャだと思いますし、まあ特に1位2位はマジで当てておかないとっていう感じはしますね。まあ他にもトモリとかめちゃくちゃ欲しいんですけれども、やっぱマルキーニョス推しメンは圧倒的に当てておきたい選手かなと。週間 FP それから CL の週間 FP ガチャ、まあ両方とも今回は引いてほしいかなっていう感じはしますね。まあリスキーではあるんですけれども、いや無課金の方でもマジでどっちでも引いていいと思います。はい、それでは今回ここで動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。